北極ギツネ作戦とは、第二次世界大戦中の1941年7月に始まったムルマンスク鉄道が通るカンダラクシャトルーキを攻略し、ムルマンスク鉄道の遮断を図ったドイツ軍とフィンランド軍の作戦。ドイツ軍の戦力不足、フィンランド軍の政治的理由による消極姿勢からどちらの目標も攻略できず、作戦は11月に打ち切られた。 第一次大戦中に、ムルマンスクとレニングラードの間に、ムルマンスク鉄道が建設された。ムルマンスクは、高緯度にもかかわらず暖流のおかげで、一年を通して、港が氷結しない、不登校で、伝統的に、ロシアにとって、重要な西側との交易拠点であった。その後、ムルマンスク鉄道は、ベロモルスクから、アルハンゲリスク方面へ分岐する支線が建設され、 レニングラードを経由せずに、アルハンゲリスク、モスクワ方面とつながった。このため、ムルマンスク鉄道のモスクワ方面への接続を立つためには、ムルマンスクからベロモルスクの間を占領する必要があった。1940年3月のモスクワ講和条約で、ムルマンスク鉄道に近いサラ地区はソ連に割上され、カンダラクシャとサルッタの間には、ソ連によって鉄道が引かれていた。 モスクワ講和条約により、ケミアルビとサララの間の鉄道建設がフィンランドに課されていて、1941年当時は建設中であった。フィンランド側では、ケミアルビまでは鉄道があり、ケミアルビとカンダラクシャの間には、比較的良好な道路があった。サラ地区は、北極圏に属し、真夏は、ビャクヤで、日が沈まない。11月以降は、 大量の積雪と日照時間の短縮で作戦行動には適さない。あたりは、新葉樹の森林の中に丘陵と多数の湖が散在する人工起伏地帯である。ケミアルビカラカンダラクシャまでは直線距離で約1 9 0キロメートルほどである。1940年12月にヒトラーが総統指令21号で1941年春の 大祖海戦を決意すると、1941年1月より、ドイツ軍とフィンランド軍の間で、大祖作戦の共同立案がなされ、銀ギギツネ作戦としてまとめられた。本作戦は、銀ギギツネ作戦の試作戦で、ムルマンスク鉄道の遮断を狙うもので、攻略目標は、カンダラクシャトルーキであった。作戦は、ノルウェー駐留軍のもとで行われることになり、 フィンランド軍部隊も指揮下に置かれた。ありがとうございます。